円攻略戦は旗が円を滅ぼした戦い。円は弱小な国であった。大使丹はかつて人質として長の簡単で過ごし、同じ境遇の生と親しかった。生が神王になると丹は旗の人質となり十二年間、寒陽に住んだ。この頃、彼に対する旗の扱いは礼に欠けたものになっていた。つばめ丹子と優所によると、帰国の希望を述べたにに、 ハタ王星はカラスの頭が白くなり馬に角が生えたら返そうと言った。ありえないことに二が探索すると白い頭のカラスと角が生えた馬が現れた。やむなくハタ王星は帰国を許したという。タンはハタに対し深い恨みを抱くようになった。両国の間にあった蝶が滅ぶとハタは幾度となくツバメを攻め、ツバメは武力では立ち打ちできなかった。 タグは非常の手段である暗殺計画を練り、ケイカという資格に白羽の矢を立てた。ケイカはエイの人であった。読書と剣術を好んで修行、日々酒を組み交わし、若くして、諸国を放浪して、遊勢術を学んでいた。ケイカは、諸国の旅からエイに帰国した後に官僚を志して、守るの君主である元君に越見し、旅で学んだ遊勢術に基づいた。 国家議論を大いに述べたが、元君は全く聞き入れなかった。こうして経過は挫折しそれ、以来有興に目を投じた。ある時に、剣術論のことで、里市外長というものと言い争って、喧嘩になりかけたが、里市外長が経過を睨むと経過はすぐに退散した。また簡単を訪れた時、六白の規定をめぐって、六光線というものと喧嘩になりかけたが、 露光線が凄んで経過に対して大声を出すと経過はすぐに退散した。こうして経過は臆病者と笑われたが、経過はいたずらに些細なことで命を落とす危険を犯すことはしなかった。その後、メに入り、一人の犬殺人と、高善里という地区をよく奏でる者と親しく付き合った。縁の死に行っては酒を飲み酔いしれ、高善里の地区の伴奏で、市中で歌い楽しみ、 やがては泣き始めるという有様は、あたかも周りに誰も存在しないかのようであった。酒飲みと付き合う状況でも経過は、読書を好み、各地の賢人や豪傑、嘟徳者たちと、愛結び、やがて当地の実力者の伝光に品格として封された。生に対して資格を送ることを考えたには伝光に相談し、伝光は経過を推挙した。丹が帰るときに、 このことは御内密にと言ったことで、伝子は慶華に話を告げた後で、大使に疑念を持たせたのは、私の不徳のなすところだと、自ら首をはねた。資格の依頼を受けた慶華は、用心部改正に越見するための策を考えた。その策とは、一つが、縁でも最も肥沃な土地である特光を差し出すこと。もう一つが、元は、旗の将軍で、 聖が提案した軍の少数精鋭化に対しいめたために、聖の怒りに触れ一族を処刑され、ツメへ逃亡してきていた、ハンオ沖の首を差し出すこと。これをすれば、聖も喜んで経過に会うだろうと二に提案するが、タンは、領地活情はともかく、自分たちを頼って逃げてきた人間を殺すことは、できないと断った。彼の苦悩を思いぱかった経過は、直接、半沖に会い、 褒美のかかっているあなたの首を手土産に、私が、神王にうまく近づき殺すことができたならば、きっと無念も恥も注ぐことができるでしょうと頼んだところ、半置きは復讐のために、これを承知して受粉し、己の首を経過に与えた。丹は暗殺に使うための鋭い愛口を天下に求め、ついに古代中国の越国にいた伝説的な刀ジ女婦人の愛口を百均を出して、手に入れた。 この秘腫に毒で焼きを入れさせ死刑囚で試し切りを行ったところ、切られて死なぬ者はいなかった。紀元前227年、丹は資角の相棒として、旗舞踊というものを経過につけようとした。旗舞踊は13歳で人を殺し、創始として有名であったが、経過は旗舞踊のことを頼りにならぬ若造だと見抜き、遠くに住む旧友を同行者に加えようと待機していた。 しかしタンが、ケイカの出発をたびたびせかし、おじけづいたのではないかと疑い始めたため、ケイカは仕方なく旗舞踊を連れて出発することに決めた。やがて出発の日が訪れる。タンをはじめ、事情を知る、見送りの者はすべて、模服とされる、白装束をまとい、液水のほとりまで、ケイカたちに突き従った。彼らはすべて、涙を流し、 ケイカの親友の甲前里は地区を奏でて見送った。この時に、ケイカが生還を起きさない覚悟を読んだという宿は、四季の中で最も有名な場面の一つされる。これを聞いた人たちは、誰もが感情の高ぶりのあまりに凄まじい競争となった。そして、ケイカは車に乗って去り、ついに後ろを振り向くことはなかった。逃げる、信王生徒を襲いかかるケイ中央上に伏せる者は、 旗武用、下は、半置きの首。武士誇ら赤室。旗王政二十年、慶華は、旗武用を共に連れ、特攻の地図と旗の裏ギリシャの半置きの首を携えて、旗王政への越見に臨んだ。旗武用は手にした地図の箱を差し出そうとしたが、恐れをののき信号になかなか近づけなかった。慶華は、友は、天使の意向を前に目を向けられないのですと言いつつ、進み出て、 地図と首が入る二つの箱を持ち進み出た。受け取った、旗王星が巻物の地図を紐解くと、中に隠していた合口が最後に現れ、景下はそれをひったくり、旗王星へ襲いかかった。旗王星は身をかわし逃げまどったが、御神用の長剣を抜くのに手間取った。宮殿の官僚たちは、武器所持を、この衛兵は許可なく、天井に登ることを、旗の法によって、 厳しく禁じられ、大声を出すほかなかった。しかし、獣医の夏ムカツが投げた薬袋が経過に当たり、剣を背負うよう叫ぶ進化のことに、旗王星はやっと剣を手にし、経過を切り伏せた。二人の偽りの死者は処刑された。旗王星は激怒し、燕への総攻撃を仕掛けた。暗殺未遂の翌年には、黒とザミを落とした。 経過の血縁をすべて殺害しても怒りは沈まらず、ついには町の住民全員も虐殺された。その後の戦いも新軍は圧倒し、両党に逃れた縁王期は二の支給を届けて和睦を願った。しかしその功は持つかの間のものに過ぎなかった。紀元前222年、旗の将の王本により縁王は捕虜となり完全に縁は滅亡した。ありがとうございます。